オーブントースター欧米のオーブントースターオーブントースターはオーブンの形式で加熱できる電気式の調理器具。電気トースターのうちオーブン型のものを指す。日本では1963年に谷タ田タが最初に製造販売した。一般に前に開き戸のある箱型で内部には簡単な棚が設けられ、その上下に電熱器が付けられている。棚に物を置くと その上下から加熱することができる。棚の大きさは食パン2枚が並べられる程度が普通で、あるが半分の幅で2段重ねにした製品もある。電源スイッチは、全イバネを用いた簡易なタイマーを兼ねている製品が多く、一部機種は火力切り替え機能も搭載している。上級モデルなどは電子コントロールを備えていて、全イ式タイマーもより正確である。 なお、庫内が高温になって調理物が焦げたり燃え出すのを防ぐため、現行モデルは、庫内温度が一定以上になると、ヒーターが一時的に消え、安全な温度にまで下がると再度つく、サーモスタットを搭載している。以前は、時間や熱量など役割ごとにスイッチがついていたが、近年は、サーモスタットなどで自動調整が行われており、細かな調整をしなくても、 上手に調理できるようになっているため、タイマースイッチのみのものも多い。トースターの一種であるが、オーブン的な形状であることから、トースト以外の様々な料理や、解凍などにも利用することができる。ポップアップ型のトースターが食パンをトーストする以外の用途には対応しないことに対し、オーブンの形をしているので中における大きさなら、 全体を加熱でき、グラタンなどの調理もでき、幅広く利用できる。構造的にも簡単で安価なため、学生の一人暮らしなどでは、重宝される。現在では、電子レンジがオーブンの機能も持つ例が多いが、直接の加熱では、オーブントースターの方が強い場合もあり、一般家庭でも併用される例もある。遠赤外線調理のため、餅など火が通りにくい食材は、 ガスビの簡易な網で焼くよりも美味しく焼けることもある。パンを立てて焼くトースターには、難しい、バターや、マーガリンなどのスプレッドを塗ったり、チーズやハムといった具材を乗せた食パンや、トースターに入らない厚切り食パン、さらには食パン以外のパンのトーストも可能である。パンを焼いた場合には、破片が底に溜まりやすく、底の部分の掃除を怠ると発火して、火事の原因となる場合がある。 そこの板を外すことによって掃除する構造のものもあるがオーブンのように大きく開いて内部を完全に掃除できるような構造ではない場合は特に注意を要する。ありがとうございます。